体重別国内最強を決める戦いが今年も開催される。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第9回全日本フルコンタクト空手道選手権大会、男女それぞれ5階級計10階級に分かれて争われるトーナメント戦。流派団体の垣根を越えてトップクラスの空手家が集結。昨年から JFKO 加盟団体以外の選手も参加が可能になり、真の日本一の座をかけてより一層白熱した戦いが繰り広げられる。さらに来年の第1回全世界フルコンタクト空手道選手権大会は5月31日6月1日東京有明アリーナに決定。今大会は記念すべき第1回世界大会の日本代表選抜戦でもある。男女とも各階級の優勝準優勝3位の選手には出場権が与えられる。まさに世界の大舞台へとつながる夢の大会。第3回全日本青少年大会15歳以下の部の入賞者は空手トレジャーズとしてこの第9回全日本大会決勝日にご招待。未来の日本代表として活躍が期待される空手トレジャーズ、最高峰の戦いを間近で観戦することで空手界の今後の発展にもつながっていくだろう。5月25日26日エディオンアリーナ大阪、文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第9回全日本フルコンタクト空手道選手権大会。チケットに関するお問い合わせはご覧の通り。日本最高峰のトーナメントを見逃すな。